はい、皆さんこんにちは、横田慎一です。今回のゲストは佐久間薫さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。佐久間さん、いろんなことを教えていただいて、はい、僕最も興味深かったのはこの話なんですけどそうですね、これは掃除をしに来たわけじゃなくて、はい、まあ、皆さんの、ね、ご家庭にも多分あるかと思いますけど、はい、ちょっとこれ特殊です、はい、どんなとこが特殊かっていうと、雷郭をつけたり、雷郭をつけたりフラットなコロコロフラットですね。でこれを、はい、まあ、掃除をするとしたら、はい、決してこうはしないですよね、うん、これは竹ぼうきで履くときもそうだし、はい、ね、お先、これのローラーの先が平らに長く動くと、はい、でそのメカニズムを観察すると必ずこのグリップエンド側が上がっているっていうことです、はい、ああ向こうで、はい、ここがグリップエンド側が上がっている。そうなんですね。だこんな動きがあるからこそ先端に直線運動を作れる、うん、僕はもう円だと思ったんですよね、うん、はい、からまあ、これをクラブに見立てて振れば、はい、ここまで来てからここに直線がスーッとできるということですよね。そうですね、うん、その抜ける時に少し上がっていくっていうことですね。これがあれですか。そうなんです。そのグリップその動きなんですか。軌跡を表すとそういうことになります、はい、インパクトエリアでクラブヘッドってこう動いてるわけですよね、はい、ただここは円を描いてます、うん、こう円を描くんですけど、この間に腕が回転をしてくるので、はい、まあ、こういう形になって直線ができる。これはいい選手を観察すると必ずそういう風になっています。は、特に、まあね、ロングショットであればスピードがついているので、うん、多少ダフってもトップしても、はい、そこそこ飛んでいくと思うんですけど、はい、デリケートなグリーン周りからの柔らかく打ちたい時に、はい、まあ、失敗をしている人が多いですね。なるほど。でそのことが起きる、はい、理由ですけど、はい、それウェッジの断面、あ、面ですね、見えますか、はいはい、こうなってますね。あ、なるほど、はい、でこの状態になった時にフェースの面にはボール当たらないです、うん、バウンスが地面を滑って、はあはあ、ここにコンタクトしてボールが上がっていくのがウェッジの原理です、うん、はい、ね、だからきっちりボールのところに入れようとしなくていいということです。だから平行移動をさせるということですよね。なるほど。そうすればウェッジというのはそもそもそういう性質のクラブだっていうことなので、だからここでこれはディボットプリンター、ディボットがこうプリントされるんですけど、はい、直線がこうできるように、はい、これ見えますか、そちらから、ね、こういうふうになっていたら、うん、ここにこういう直線ができる、はい、だいたい20センチぐらいですね、はいはい、でこれを円で打とうとすると1点しかここ触りません。そうなんですよね。そうするとすごく難しくなってしまう、はいはいはい、ここを降りて横に動く。ですから必ずしもきちっとボールに下ろさなくていいんですけど、うん、逆に言ったらここで打てば低い球になります、うん、逆に言ったらここでもう捉えられて、ここだと高いボールになります、はいはい、そのことがこの間で作り出せるということですね。なるほど、はい、だこの平行に動く時間があるから、うん、プロの方っていうのはちょっとこういう感じで動いていくわけですよね。そうですね。それで、まあ、いわゆるライグラス、日本で言えば北海道とかね、はい、そういったところの芝生はアイアンショット、キレのいいショットを打つとターフがきれいに飛びますね、はい、ディボットが飛ぶ、はい、でその飛んでる 厚さを見ると同じ厚さで切れてます、はいはい、円にはなっていない。だからそれが直線に動いている証拠だと思うんですね。なるほど。アマチュアの方の方がどっちかというとこういう、まあ、回転しますからこっちに、ここに、円が、円が上から見ても円ができてるし、ね、こっちの円もアマチュアの方は丸っぽくなってしまう。ここは上から見たら1点しか触ってないということですよ ね。 そうですね。だからミスショットになりやすい。だからこっち側にの円、そしてこっち側の円ですよね、はい、そう、どっちも、まあ、要するに1つのものなので、はい、それを上から見るか横から見るかなんです。そうですね。だから上から見た時にはこのイントゥインが激しくなってしまうのがアマチュアの方の傾向で強いということ。 強いですね。そしてこっちの円もまん丸になってしまうアマチュアの方の傾向が強い。ここに直線がスーッとできれば、はい、いいショットが打てる確率がすごく上がりますよということですね、はい、でそのためには、うん、具体的にはどういうこの体は動きをしていけばいいんでしょうか。肋骨が回転している平面と、はい、骨盤が回転している平面。プロちょっと向こうに向いてください。骨盤が回転している。骨盤は今そこでスイングするとこれ斜めに回ってるんです、はい、少しね。
だからテイクバックが始まると少し下がります、はい、でフィニッシュに行った時にはこっち側が上がってます、やや斜めに回っている。なるほど。で肋骨もそれに近い形で回るんですけど、はい、肩の先だけは縦に動きます、はい、肩の先だけは縦に。 それは肩甲骨が作用しているので、はい、肋骨がずっとこう開いていっても肩は上下に動く、要するに、はい、そうするとここに直線が作れるよ。なるほど。だからここに圧迫が生まれるってことですよね。そうです。前傾しているので、はい、前傾しているテイクバックをしてダウンスイングに来た時にここがギュッと縮んで見える、背中が丸く見えるわけですね。そうですね、はい、それの模型先生あったんですか、はい、ああいうものを、はい、モデルとして見るとイメージがすごく湧くと思うんですよ、はい、ただ一塊ではないので、はい、腕はあくまでも肩甲骨という骨についてますから、はい、これがすごい先生分かりやすいかったんですけど、ちょっと骨盤があって、はい、ここに肋骨の前についているとこう曲がったまま回転をするということです、はい、こう回っているものを横から見るとこうなっているということですね。だからこれがここに腕がついてる、腕がついてます。この肋骨はちょっとこの傾きよりはフラットに回って、はい、そうするとここが今ギュッと縮みましたね。フォロースルー側ではここが縮むっていうことですよね、はい、そうですね、はい、これわかるかな、ここが縮む、でこっちが伸びる、伸びる、だからこうあフォローだからこういう状態、ここが縮む、そうするとここにちょうどはい、バームクーヘンを切ったような形が見えてないとダメです、はい、でもうまくいってない方は右のこの高いんですよね、はいはい、だから右肩が突っ込むとか、だからこの円がこっち側の円になってしまう、こうボールを押せないってことですね。だから背骨が丸まってる、うん、丸まってるから、うん、バックスイングではそうです、 ここにはね若干のねじれは生まれますけど、はい、こっちも回るわけです、ね、こっちも回る、はい、あそうするとこうバックスイングでは右側がこっちが伸びて左側が縮んで、で、こうか。そうです、そうです。こう。はい。人間の体をそうやって使えばいい。そのイメージが湧くと、はい、そういうふうに触れるようになるんじゃないかなと思います。はい、先生、こちらもちょっと面白い。はい、これはね、スイングの回転軸っていうものが、はい、はい、あ、じゃあこの辺で。背骨じゃなくて、はい、実はアドレスした時に、はい、正面に壁があるとしたら、はい、壁から突き出た棒を支点に回っているよと、うん、これは体をねじっているように見えると思うんですね、はい、でもこれは肩の先が手を上げれば、はい、要はこれが G 点、 G 点です、 G 点を指してます、この首の付け根の胸鎖関節、はい、でここから鎖骨が生えているところ、前から出ている軸に対して腕が触れているって考えてください。だからこの棒がここに突き刺さっている、うん、ということですよね、はい、回転軸は背骨ではないよということですね、はい、ここで回転をしている、もうそれうまくローテーションもしてるし、自然に置きますよね、自然になってますよね、そうなんです、すごいな、これだからそこには力はいらないということですよね、うん、こういう動きをします。なるほど、すごいな、はい、ありがとうございます。ですから、まあ、S メソッドの考え方というのは、はい、ほとんどの方はやっぱり感覚を研ぎ澄ますだけ練習をして、はい、で無意識の中でできていくっていうものだと思うんですけど、はい、まあ、ゴルフが非日常な人、はい、まあ、週に1回とか月に1回の方が、はい、でもせっかくゴルフに行くならいいプレーをしたい、うん、でそのためにはどうしたらいいかというと、まあ、そのたくさん練習できない分、うんうん、まあ、その理論でね、はい、補っていくっていうことをすれば、はあ、と高いレベルに上がっていけるんじゃないかな。非常にシンプル。ちょっと先生、はい、これもすごい面白かったんで、これもちょっと同じ、はい、ちょっとマーカーありますか、マジック、この平らになる理屈、そうですね、はい、この模型はですね、うん、ここが鎖骨です、ここが腕です、うん、でこの中心が要は G 点ですね、 G 点、要は、はい、G 点で、はい、この G 点を支点に、多分 G 点の説明をちょっと付け加えると、うん、ここら辺に頭があるってことですよね、そうですね、ここに頭があって、そうです、あ、じゃあここに持ってこよう、 そうですね、うん、そこに腕がついてるわけですけど、はい、うん、普通のイメージだとここに円ができるって考える人がすごく多いです、そうですね、うん、そう思ってました、僕も。でも実はゴルフスイングって、うん、インパクトエリアではですよ、うん、こう降りてきたらそこから直線がこうありますよと、うん、この直線を使うことによってスイングがすごく
優しくなるって考えてください、うんうん、まあ、そちらから分かりました。理屈、これ肩が上がって、これ肩が上がっていくような感じになるってことですね。直線が微妙に動きながら、直線が出るときにここからこの形で降りてくるんですけど、うん、ここまで来たら地面、うん、肩が上がるってことですね。でまた上がっていきますよ、はい、で最初の動きはここをロックしてたってことですか。そうです。丸くするときはこれを締めると円になっちゃうよってことなんですね、はい、だから、ね、手首を固めるとかではなくて、それを自由にうまく動くようにする、はい、だからここも肩もちゃんと緩んでないと、そうです、そうです、そういうふうに上がんで、ここ肩カチカチにしちゃったら丸い動きになっちゃうから、ここを要はここをそこが固めちゃうと丸になっちゃうよと。一点しか当たらないけど、その動きを知るにはここの関節をちょっと柔らかく使ってあげる、これを持って、ね、ウェッジの内角通りなんでこう動かしてやると、うん、そこは自然にこのくらいやればいいよなっていうのが見えてきます、うん、ねえ、これめちゃくちゃいい練習器具じゃないですか。これそうですね、あの内角だけぜひつけてください。内角曲げればつきますからこれ普通直角ですからね、はい、これギャーッと曲げちゃえば、はい、曲げてください、はい、コロコロ棒、皆さんもこれ、はい、ぜひそれを使って、はい、やってみてください、はい、もういろんな面白いアイデアをありがとうございます、はいはい、もうこの佐久間さんの、ね、メソッド、ごめんなさい、あと二重振り子の話をしておいた方がいいんじゃない。あ、二重振り子どうですか。あ、はいはい、ね、二重振り子、はい、二重振り子というのは、まあ、具体的にこういうものです。はい、視点が2つあってこう動くのが、あ、こっち側で、まあ、二重振り子なんですね、はい、こういう動きをします。はいはい、でこの動きをしてると、はい、下に降りた時は必ずここ直線になります。うんうんうん、でも手首が固まっていると、うん、こんな形で当たる場合が起きてしまいます、はい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 、こうなると振り遅れ、はい、右へ出るとかそういうことが起きるので、はい、手首が緩んでいると、はい、この動きは自然にできます。なるほど。ただしゴルフスイングの場合には腕とクラブは直列の二重振り子ではなくて、うん、角度がついてますので、あ、これ少し前に出てるということですね。なるほど。 そうですね、でそこでは腕の X 点を中心にした腕の、はい、海内海外が存在するよと。なる、だからその角度だけは保つようにある程度力がいる、うん、固めておく必要がある、うんうん、それは小指球と中指でグリップをしっかりしておくことで、うん、力を入れなくてもその角度は保てるので。なるほど。あとはその回転が出てくればいい。なるほど、はい、ということはやはりこのこういったこの直線の動きだとかするためには、うん、先ほどのこの肩のこのやっぱり関節の振りに動く、自由に動く、自由に動くこと、はい、そしてこの二重振り子で言えばこの肘だとか手首がちゃんと自由に動かせる、まあ、伸びていくようにしてやらないといけないということですね。これは本当にものすごい重要な、そうですね、だからテイクバックでするときにぐっと力を入れてたらダメです、うん、でトップオブスイングっていうこの状態は非常に不安定な状態で、はい、でもストレスがない状態です、うん、体をねじってどっかがね、うん、きついっていうことがあったらダメです、うん、ただダウンスイングでは筋肉は縮まないと力出ないので、なるほど、トップを作る目的っていうのは、うん、ダウンスイングで使う筋肉を伸ばしておくということは必要なので、なそれは左の広背筋であったり右の大胸筋だったり、うん、あるいは腹直筋とかね、うん、そのあたりの筋肉が腕を振るのには作用します、うん、ただそれもブランコが降りてくる、要するにこれがこう降りてきたら、うん、上から力を入れるんじゃなくてちょうど降りてきた途中でビュンと力を入れてやるような、うん、降りてくるところは重力に任せるというのが安定した軌道を作るのにいいかな、うんうん、そうですね、あのドラゴンの山崎さんもここにから落とせっていうことで僕もヘッドスピード1上がりました。分かりました、はあ、そうです、まあ本当にいろんな目から鱗の理論をこういうふうに具現化して説明していただけるとものすごいよく分かりやすいです、はい、ありがとうございます。またじゃあ機会あったらぜひね、はい、はい、この続きをお話したいと思います、はい、この続きといいますかね、まあ、僕の動画でももちろん出してもらってるんですけれど、はい、サブスクで今度マナティという、はい、やつで始めた、Sメソッドサブスクで検索していただくといいんですけど、はい、まあ、概要欄に、まあ、一応、はい、リンク貼っておきますので、まあ、そこでは、はい、毎月定額制で、はい、私のレッスンが動画で見放題というのをやってる。なるほど、はい、なるほど、じゃあそちらの方もぜひ、はい、まあ、興味があったらぜひご覧ください、はいはい、ということで、はい、大変興味深い話を、はい、披露していただきました。ありがとうございました。